サングラスでさ、お酒飲む配信したらさ、結構みんな楽しんでくれてたらしくて、なんかあれ面白かったみたいなの多かったから、あ、じゃあなんか良かったのかなと思って、ちなみに全然覚えてないんだけど、あんまり、あ、おもろかった本当、どうだったなんかすっごい気持ち悪くてさ、翌日マジでやばかったんだよね。具合が悪かったことは覚えてる本当に。アーカイブはもう軽くなんか点々ってクリックしてみた。なんかもう自分が自分じゃないみたいになってんのを見てさ、なんか恥ずかしかったすごくなんかヘロヘロしてた。いやアマちゃんに関してはだってめちゃめちゃ吐いたみたいな送ってきてたからな。いやでもいいでしょ、あれくらい、なんかあれくらい攻めの配信をしていきたい。アマちゃんなんかさ、めちゃくちゃ高そうな、なんか度数の高いやつ飲んでなかった？海外のさ、チャミソルみたいな、チャミする？あ、そう、なんかそう、絶対そんなラッパ飲みするようなやつじゃないよね。そうそう、あ、韓国のなんだ。天月くんは割って飲むつもりだったみたいです。え、そうなの？あれ、なんで割らなかったんだ。ワインはでも、ワインは別に普通なんじゃない？ワインは美味しいしな、ブドウジュースのアルコール版でしょ？全然寿命が削れるよ。確かに。もしかしたらなんかあの変な風なお酒飲んだせいで免疫力が落ちてたかもしれないしな。ちょっと気をつけよう。マフ君が割るなって言ったんだよ。あ、そうなの？マジで？最悪だな。マフマフみたいなやつとお酒飲み行かない方がいいよ。本当に。最悪、そういうなんかね、割るなとか、まあ、飲んでないんじゃないのとか言ってくるやつ。最悪。友達でいない方がいい、本当。マジか。自分そういうタイプか。でさ、自分がめちゃくちゃ弱くてさ、ろくに飲めないのにさ、飲めなくてベロベロになってるのに、一人もそういうことを促してくるの最悪だな、ほんと。アルハラメンヘラ。やめろ。語呂がいいわ。語呂のいい、不名誉。不名誉な語呂良さ。アルハラメンヘラ。あー、そう、介護しに来てくれて、ニコが頑張ってくれて。